国内卓球競技の最高峰、日本卓球リーグ。昨年12月、リーグの年間チャンピオンを決めるファイナルが延岡市民体育館で開催されました。宮崎県で全国大会をするのは久しぶりになるんですが、この大会については、初めて、行う大会になります。宮崎県から、全国でですね、トップレベルという選手がやっぱり数十年に1回しか出ないような、感じになっているところです。で、この大会を機に、全国で活躍してるくれる選手が、この大会を見て、ぜひ強くなりたいと言って全国大会で活躍してくれる選手が多数出てくれると嬉しいなというふうに思っています。プロの試合をテレビでしか見たことがなかったので、すごく楽しみにしてきました。プロの選手の試合を初めて見るのでワクワクしています。うまいところを見て自分のところに生かすために見に来ました。日本卓球リーグの JTTL ファイナル4は、男女それぞれ今季のリーグ戦の上位4チームが出場し、年間チャンピオンの座を争います。試合は4つのシングルスと1つのダブルスによる団体戦で行われました。大会の運営には延岡市で卓球をプレーしている人や卓球部として活動する高校生が補助員として携わりました。選手の人たちのためにサポートできてよかったです。実際生で見ることによって選手たちの迫力をとても感じることができて、なんかやっぱプロの人たちって本当にすごいなって改めて思いました。大会は男女ともに最終試合まで手に汗握る展開になりました。結果、男子はシチズン時計、女子は三立が優勝しました。本当に面白い試合、感動する試合、一つ一つ物語がありますので、また来年度以降、皆さん観戦にしていただけたり、動画配信の方で見ていただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。地元の卓球チームなどの協力もあり、大きな盛り上がりを見せた JTTL ファイナル4には2日間でおよそ500人を超える観客が駆けつけました。映像で見る世界が目の前であるっていうことの素晴らしさ、感動を覚えました。こういう地方都市でやられるっていうことに嬉しさを感じています。フットワークだったり、ラケットの振り方だったり、本当参考になりました。毎日のように練習しているので、その映像をこう思い浮かべながら、練習したいと思います。卓球人口延岡も結構あるんですけど、その中で中学生とか高校生、小学生も含めてですね、結構見に来てもらってるし、そういうのではいい勉強になったんじゃないかなと思って、こういうのは見たことないと思うんですよ、実際のところですね。だから本当目の保養になったというような感じでですね、もう本当良かったと思いますよ。もう一度でいいから延岡で開いてほしいし、また補助員として参加したいと考えています。この体育館で保育園の時とかも結構関わりがあったりするので、もう何度か来て自分も見に来れたらなって思います。 JTTL ファイナル4が行われた延岡市民体育館、2025年に
より大規模となる県体育館への建て替えが予定されています。来年ですね、取り壊されるということで、この大会ファイナル4という大会なんですが、本当にこの体育館に最後の全国大会ということで、誘致できたことは非常に嬉しく思っています。で、ここが新しく新、宮崎県体育館というふうになるということでお聞きしておりますが、体育館ができた際にはですね、ぜひいろんな卓球の全国大会を誘致できればなというふうに思っています。日本最高峰の試合が行われた延岡市民体育館、その体育館が生まれ変わることによって宮崎県のスポーツシーンはさらに盛り上がっていくのではないでしょうか。